吉見宇二は、高知県生まれ、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手。現在は横浜 DNA ベイスターズのスカウト。和歌山県立成林高等学校では3年夏に、エース、浜中治の南部校に準々決勝で敗れる。東北福祉大学に進学。大学の同期には荒井、平達也と、歌、藤達夫がおり。 四年次投手としての位置づけは吉見が、エース、荒井平が2番手、歌藤は3番手以降だった。2年秋には、明治神宮大会の決勝で先発を任されるが、敗れた。3年秋には、宮城教育大戦で5回コールド参考記録ながら、ノーヒットノーランを達成、7連続脱三振。仙台地区の選抜チームによるキ場戦でも5回、無失点の高騰を。 2000年に春のリーグ戦では毎回の17奪三振を記録したほか5試合当番の全て先発完封のシーズン無失点で最優秀選手ベストナインを受賞し第49回全日本大学野球選手権大会で準優勝日米大学野球シドニーオリンピック野球日本代表に選出秋の明治神宮大会では初戦で 久保雄也と投げ合うも途中交番にし、延長の末敗れた。同年のドラフト会議で横浜ベイスターズを逆指名して2位指名で入団。東北福祉大の先輩でシアトルマリナーズへ FA 移籍した佐々木和弘の背番号22を用意されるなど期待されての入団だった。横浜時代1年目2001年は左肩の故障もあり7試合の当番に終わったが、 2002年は、チームが最下位に沈む中、先発投手として、チーム唯一の二桁勝利を挙げ、ヤクルトスワローズの石川正則投手と、新人王を争った。2003年には、開幕投手を務めたが、結局3勝10敗と負け越し。また、この年、阪神タイガースの4番、浜中治、5番、片岡敦、志、6番、ジョージアリアスに3連続本塁打を打たれた。 同じ和歌山の南部高等学校出身である浜中とは相性が悪く、高校時代には場外本塁打を打たれ、プロ入り後も10打数号本塁打と打たれている。2004年の春季キャンプ途中に佐々木和弘の横浜復帰により背番号22から21に変更。シーズン終盤の広島東洋カープ戦でノーヒットノーランまであと一人のところで、 福知久木に同年唯一の安打を打たれ、記録達成を逃した。同年は、防御率5点台と安定感をくも7勝5敗と、前年ほどの不振ではなかった。2005年は12試合の当番で4勝2敗の、成績で終わり、2006年は、オープン戦で好調だったが、開幕後は一転して不振に陥り、防御率は9点台にまで、悪化し一軍登録まっ 6月に復帰したものの、打線の援護がなく、勝ち星が伸びず、その後に軍落ちしたままシーズンを終えた。2007年は、ロングリリーフ、及び先発ローテーションの谷までの先発起用が、主だった。6月19日の対ソフトバンク戦では、打っては、猛打賞、投げては3年ぶりの完封勝利を記録し、投打に渡り、自身の持ち味を発揮した。 同年の最終試合では引退する、古田敦也の現役最終打席の大戦相手となった。2008年は前年と同様に主にリリーフで起用された。後半戦は先発で登板し、8月17日に通算3度目の猛打賞で同年初勝利を飾る。9月9日の対広島戦の6回表、 打者も苦戦するコルビー・ルイスの内角のスライダーを打ち、ライトフェンス直撃の二塁打、結果そのヒットが勝利打点となった。この試合では、吉見は2回裏に、ルイスに2号本塁打を打たれており、自分のバットで一種返しをした形となった。試合は9回3失点で、関東勝利を挙げた。2009年は、シーズン序盤は、前年同様リリーフスタートとなったが、 交流戦あたりからは先発ローテーションに入った。また、シーズンでは、同じ名字の中日、吉見和樹と3度対戦するも、いずれも勝てなかった。2010年3月31日、最も苦手としている、読売ジャイアンツ戦に、シーズン初先発したが、2回途中5安打4失点で、越された。敗戦投手は、 免れたものの、小花高雄監督から二軍への降格を命じられた。5月9日、金銭トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍。ロッテ時代8月7日のオリックスバファローズ戦では3年ぶりの完封勝利を記録した。最終的には、防御率5点台にとどまるも6勝7敗と一定の成績を残し、チームのクライマックスシリーズ出場に貢献した。 日本シリーズでは2試合に登板した。2011年は、序盤先発ローテーションに入るも4試合で1勝3敗と、振るわず、中盤からは敗戦処理に回った。2012年に2軍スタート、先発として5試合で1勝2敗、最終的に中継ぎも含めて8試合の登板に終わり、2013年は、序盤に中継ぎとして2試合登板。 その後は先発として3試合登板するも0勝1敗で5月より公式戦登板がなく10月3日に球団から戦力外通告を受けた2013年11月14日に阪神タイガースと契約した2014年のシーズンは一軍昇格はなく10月1日に2度目の戦力外通告を受けた12月2日 自由契約工事された。2015年から古巣の DNA に打撃投手として復帰した。2020年からはスカウトに転身。時速140キロメートル台のストレートにスライダー、スローカーブ、チェンジワップ、シンカーを織り混ぜる左腕。投手ながら高い打撃力を誇り、横浜時代はたびたびファンの間で野手転向が噂されていた。 DNA 打撃投手時代は、裏方として、選手たちの心のサポートを最も大切にしており、会話の引き出しを増やすために空き時間を利用して、コミュニケーション術やビジネス書などを読んでいた。ありがとうございます。